アイスパチャンネルです。今日もね、リバース1999やっていくわけなんですけれども、今日はですね、バージョン 1.2 のお知らせをね、ちょっとね、見ていこうかなと思います。かなりボリュームがありますね、これね。レイクミドロの悪夢ということで、ちょっとホラー系のイベントになってて、 PV もあります。見ましたかね、あれ。めちゃくちゃかっこよくて、いやー、これほんと楽しみなんですけど、マジでね、ボリュームがすごい。でね、12月7日がメンテナンスなんですけど、メンテナンスの時間も5時間なので、やはりこのボリュームの多さをね、伺わせるという形になってますね。イベント期間が12月7日から1月15日ということで、年末年始をもろに挟んでいるということですね。まさに2023年年末から2024年の年始にかけて、もうね、リバースをやってくださいということですね。ね、5週間のね、長丁場になりますけど、まあちょっと見ていきますけれども、まずレイクミドロの悪夢のストーリーがね、ありますと。で、イベントミッションでキャンプの手引きというのがありまして、報酬がね、この悲鳴の缶詰という風になっていますね。バージョン 1.1 ではパパコインだったと思いますけど、それの代わりに今回はまあ通貨ですよね。イベント内の通貨的なものが悲鳴の缶詰で、それを集めることによって交換ショップ、林間の屋根裏でいろいろな素材と、交換できますということになってます。こちらに報酬一覧ありますけれども、赤字で来てますね。今回も星6の限定の真相、おとぎの国の外ということで、まあこちらの性能に関しては、まだ不明ですね。まあ個人的にはね、前回の娯楽市場が火力だったので、ちょっとね、耐久サポート寄りのね、真相が来てくれるといいかなと思いますね。これさ、イベントのために、星6真相がゲットできるとなるとですよ、真相のレベルを上げていくには真相の数をある程度絞った方がいいわけじゃないですか。なので、あのショップで買うね、グラトニーね、あれを、ストックしていくっていうことが非常に重要になってきて、もしかすると今後ね、強い、真相っていうのが配られるのであれば、逆にホップスコッチとかあの辺のね、ものはあえて買わなくてもいい可能性があって、グラトニーのね、価値が強まるのかなというふうに思ってます。で、もらえる、報酬なんですけど、その他にもモノローだったり、来ましたね、一部静寂の森テーマの、これウィルダネスですけど、この辺ももらえる、上級洞察素材、共鳴素材、ダスト鴻上戦艦などということで、おそらくバージョン 1.1 と同じような、配られ方かなというふうに踏んでますけど、新しいキャラのね、洞察素材も多分上級素材ということで配られるんじゃないかなと思いますので、これはもうしっかり、やることが必須なイベントとなってますね。で、それとは別にキャラエピソードイベントですね。まずトゥースフェアリーのキャラエピソードイベント、これもありまして、前半ですね、こちらが12月7日から12月28日までですね。これもレイクミドロの悪夢のイベントステージの GLN4 だ、ステージ4をクリアしたら開始できますということになってます。こちらでもらえる報酬一覧、育成用の素材、そして雨の雫となっております。で、それとは別にまたキャンプ安全マニュアル、これどういうことかちょっと不明なんですけれども、これもまあイベントですね。ミニゲームとかになるのかな、これね、ちょっとわからないけれども、まあ、これも、まあ、ストーリーはないと思うんだけどね。報酬が一応ね、育成用の素材、そして雨の雫もらえます。もう必須ですね。はい。で、こちらが後半戦の、キャラエピソードイベント、ジェシカですね。12月28日から1月18日までということになっております。報酬一覧としては、育成用の素材、そして雨の雫と。いうことになっております。で、さらに歯には歯を、イベント紹介ということで、後半戦ですね、12月28日からだから、これあれかな、この上のキャンプ安全マニュアルが前半だったのに対して、ジェシカのキャラエピソードと合わせて歯には歯をが来るということになってて、多分これはあのストーリーがあるわけではないでしょうね、こちらもね、多分なんかゲームみたいな感じかなと踏んでますけど、報酬一覧、育成用素材、そして雨の雫ゲットできますので、しっかりやりましょうということですね。さらにこちらね、12月28日から今回もね、ありました UTTU 先行集会が、
開始されるということで、まあ今後もですね、バージョンが新しくなると後半戦でこの UTTU の先行集会がおそらくやっていくのかなと思いますね。で、最後の週に特販ウィークの開放されるということなので、まあ同じですね、うん、だんだん流れがつかめてきたのかなというふうに思いますけれども、こちらもしっかりやりましょう。いや、ここでね、今回もらえるのがリトルイーグルのテーマコスチューム第6巻ということで、これツイッターの方にもですね出てましたので、どんなコスチュームか気になる方はですね見てほしいと思うんですけれども、まあバージョン 1.1 ではアップルのねコスチュームだったのがリトルイーグルということになります。リトルイーグルマジで強いので、ぜひゲットしたいところですね。その他にもテーマアイコン、共鳴結晶ボックス、育成用素材ももらえちゃうということで、マジで盛りだくさんですね。はい。で、こちらガチャ。前半がトゥースフェアリーでガセンですね。まあ、ヒーラーですね。これはもうね、派遣キャラなので、もうぜひ取りたいと思いますね。で、裏でコーンブルメが来るので、まあ、前回もありましたけど、まだ持ってないって方ももしかするといるかもしれない。これめちゃくちゃ強いから、もう絶対必須キャラですね。星5でね。はい。持ってない人はぜひ、このトゥースフェアリーと合わせて引きに行った方がいいと思います。で、後半戦のガチャがジェシカになってますね。ここで裏でネクロロギスト、これ自分持ってないのでぜひ引きたいですね。で、あとはホラーペディア。ちょっと戻るとフェアリーの方でジェイミーですね、これが裏で来るということでしたね。いやー、これね、本当に欲しいのが、自分はガセン、あのトゥースフェアリーの方欲しいんですけど、ジェシカに関してはサザビーとのシンクロがね結構強いらしいので、持ってる人は狙う方がいいのかなと思いますね。はい。で、こちらね、課金要素のコスチューム、サザビーと X ですね。これもね、めちゃくちゃいい。特にサザビーいいなと思ってて、サザビー持ってないんだけど、このコスチューム欲しいなっていうぐらいいいなと思いますので、ぜひ持ってる方は購入をね、検討してください。あとはこれね、ホエホエジュークボックスもリニューアルされまして、12月7日から1月15日までですね。今回は、コーンブルメのコスチュームということになってますね。これは確実に自分は買いますね。はい。あの、美課金の方は、ホエホエと、あとあれかな、方向ね。うん。その2つは、やってる方が多いのかなと思いますけど、今回はよく使われてるコーンブルメのコスチュームということで、欲しい方も多いんじゃないかなと思います。はい。あとこれね、静寂の森のウィルダネスが新入荷ということで、これねいいんですけど、今のところイニシエの間の上限が解放されてません。ジオラマを置ける個数が120だっけ、まあ、とにかく上限が解放されるのかによって、これをね追加で置けるかどうかは分かりませんが、一つあたりのねジオラマの活力が多分増えているものが入っているので、いずれにしても活力のね、あれを上げるためにはここで購入して入れ替え作業が必要になってくるのかなと思いますので、ぜひこの辺も購入をね、検討した方がいいのかなと思います。あとはこれね、ログインイベント冬の木戸ということで、これが前半後半に分かれてます。で、合計がモノローが、14個ですね。はい。まあそんなに多くないけど、ログインするだけで10連以上ね、もらえてしまいますということですから、ぜひログインはしっかりしましょうと。あとはですね、課金要素も、あります。集金も始まりますということなんですけど、これね、ちらっと見た限り、そんなにうまくないなと思いましたね。以前自分のね、動画でも、検討してるんですけど、雨の雫が1個1円。以下で買えるものは非常にお得だというふうに考えてるんですけど、このね、新年特別セールですよ。新年ですよ。初の新年なのにもかかわらず、1万円で雫5000とモノローが10なんですよね。つまりモノローが10ってことは、1800ってことです、雫はね。だから、トータルで6800なんで、いや、ちょっと高えなと。これね、新年特別セール、どうですか？多分高いよね、これ。まあ、戦火とダストが入るにしても、ね、新年だからこれ5000円でよかったと思うんだけどな、ちょっとここが残念かなと思います。まあいずれにしてもですね、このバージョン 1.2 非常にボリュームがすごいことになってるので、ぜひ皆さんね、今後もねリバース1999やっていきましょうという内容ですね。
このチャンネルではですね、引き続きリバース1999いろんな動画を上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そしてね、コメントなどもよろしくお願いいたします。それではね、本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。